いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2014年モデル、フォルクスワーゲン、ゴルフ R をご紹介させていただきます。まず、外装面の状態からですが、フロントに数箇所飛び石と、ポンネットに数箇所飛び石があり、 ボンンネットトににみ傷と、フロントガラスに数箇所飛び石がございます。また、左フロントのアルミホイルにがり傷と運転席と助手席のドアのエッジの部分にそれぞれ傷があり右フロントのサイドステップ部分に数箇所線傷と 左フロントのドアパネル部分に数箇所傷がございます合わせて左側のサイドスカートに数箇所線傷とリアバンパーに同じく数箇所線傷がございます走行距離に関しましては約4万3千キロ走っているお車です外装色はラピスブルーメタリック インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。高い走行性能をお楽しみいただける、ゴルフの上級グレード、ゴルフ R でございます。数多くの専用装備により、スポーティーな雰囲気に仕上がった一台です。また、走行性能だけではなく、純正のタッチスクリーン式ナビゲーションやシートヒーターをはじめとする、 快適装備も充実しておりますヘッドライトにはキセノンのヘッドライトが装備されており夜間走行時も安心してお乗りいただけますエンジンスペックに関しましては2リッター直列4気筒のターボエンジンが搭載され最高出力は280馬力を発揮します アルミホイールはゴルフ R 専用デザインの18インチのアルミホイールが装着されております。続きましてリア、ご紹介させていただきます。リアのテールライトは LED が採用されており、ゴルフ R 専用の4本出しのマフラーが装備されておりますので、リアも力強いデザインとなっております。合わせてトランクスペースのご紹介です。 トランクの開閉は手動で行っていただきます。コンパクトなボディサイズでございますので、スペースは限られますが、後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア、ご紹介させていただきます。シートはブラックのレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともに、 それぞれ若干の使用感がございます。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。また、アダプティブクルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。 ナビゲーションは純正のタッチスクリーン式ナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。フロント両席、シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。シフトに関しましては、6速のオートマチックシフトが採用されており、走行モードはシフト横のスイッチにて、お好きなモードを選択することが可能です。 続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましては目立った使用感はなく、きれいな状態を保っております。コンパクトなボディサイズでございますので、スペースは限られますが、それでも必要十分な分はしっかりと加工されております。合わせて気になる車内の匂いですが、若干方向剤の匂いが残っております。 では今回は2014年モデル、フォルクスワーゲンゴルフ R をご紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約4万3千キロ走っているお車です。弊社でも高い人気を誇るゴルフの上級グレード、ゴルフ R でございます。こちらのお車には280馬力を発揮するエンジンが搭載されておりますので、 軽快なスポーツ走行を楽しみいただけますまた、走行性能だけではなく、シートヒーターや純正のタッチスクリーン式ナビゲーション、アダプティブクルーズコントロールをはじめとする、快適、便利装備も充実した一台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。